久保田久夫は、日本の俳優である。本名、久保田久を新劇新派の子役から松竹鎌田撮影所の子役に転身、松竹キネマの名古役に数えられた。1909年7月7日、東京府東京市浅草区田島町に生まれる、とされている。1923年に発行された、現代俳優名館には、東京市本塾とあり。 同社の発行された当時の住所が浅草区田島町89番地であると記述されている。父は旅回りの喜劇役者の栗原時太郎である。浅草区松葉神城小学校在学中の数え戸死9歳の頃、井上正雄の一座に参加し、佐藤光六がウィリアム・シェイクスピアのハムレットから本案した新ハムレットの本郷座公演に出演して若様を演じ、 初舞台を踏む。その後、北村六郎の一座で小役を務めていた。1921年、小竹蒲田撮影所に入社、映画俳優に転校する。同年5月8日に公開された、夕刊売りで、映画界にデビューした。島津康次郎の監督作品に多く出演し、高尾光子と並ぶ、名古屋区と評され、クオレに層を得た、少年初期では、小川国松と組んで共演。 共に少年スターとなった。同年9月1日の関東大震災により、同撮影所の機能は京都の松、竹下鴨撮影所に移転、久保田も移動した。同年発行の現代俳優名館によれば、当時、久保田は前日の通り浅草区田島町89番地に父母と女中と住み、兄弟はなく、ジョンバリモアを崇拝しているという。まだ成長期にあった。 当時の身長は4尺五寸5分、体重9巻800問目。当時の久保田にとっての代表作は、なさの中における、茂げる役、及び、子は、春日井における、太郎役であるという。1925年に発行された、世界のキネマスターによれば、同年当時、旧姓、麻布中学校の2年時に在学中であったという。 満18歳となった1927年8月12日に公開された武サの美の三吉に主演したのを最後に同社を退社した。翌1928年、映画監督の細山清松が名古屋市道徳に立ち上げた第一映画連盟に参加、地獄極楽及び出戦の日に出演した。同社についての詳しい記録は少ないが、同じく同社に参加した。 江本健一の回想によれば、江川売れをも共にいたという。同社の解散後は、東京シネマ商会が制作した、アー玉杯に花を受けてに、出演、同作は1929年4月10日に公開された。1931年からは、スタッフに転向、富士映画社の長編劇映画や、日本電報通信社の短編ドキュメンタリー映画に、携わった。 第二次世界大戦後は歌詞スタジオに勤務したとされるが、日本映画俳優全集、男優編の記述によれば、時期は不明であるが、同社の発行された1979年以前の時点で、すでに自殺したと伝えられている。没年不詳。1923年、満14歳頃の写真。1925年、満16歳頃の写真。 クレジットは特筆以外すべて出演である。公開日の右側には役名及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは特に1940年代以前の作品についてはほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは併記した。 すべて制作は、松竹蒲田撮影所、配給は、松竹キネマ、すべてサイレント映画である。下記の通りである。スタッフとして関わった作品は、ふとじとした。ありがとうございます。